お元気そうです、久留米自習室の太郎です。もうとうとう300回行きましたね。素晴らしい自画自賛ということですね。はい、もう北朝鮮拉致問題とかでですね、もう2チャンネルとかで誰も注目しないような時からもうガチャガチャ喧嘩して私でしたから、もうネット上での戦いとかはですね、もうとにかく慣れてるというか、まあ大好きなんですよ。もうとにかくずっとしつこくやっていくことですね。もうしつこくしつこく、もう相手がもう嫌だっていうになるまでですね、やり続けるということですね。もうとにかく300回ね、もう1000回だろうが1万回だろうが命が尽き果てるまでやるぞというところですね。やるということですね。これ大事なことです。継続はもう力です、本当に。はい、ということで、本日の内容ですが、スペシャル番組ということですね。前回の299回と続けて300回まで、スペシャル番組ということで、やっていっております。あら、これ書いてたはずだけどな。うん、まあ、まずはテレビの病院への攻撃がありますよというようなことをですね、前の動画でも上げていたと思います。はい、まあ、消費税が、ストップし、消費税増税がストップしてますもんね。消費税を 5% に上げたときにはもうそこでストップということで、小泉総理がその時のですね、総理が、ストップだと。でその代わり、テレビとか、あ、テレビじゃない、あの病院とかを今度はストップしていこうということですね。はい、ということをやっていました。なので今回も消費税 10% でストップしてますですね。菅総理がもうストップだということで言ってますから、当然次はまた病院をテレビとかが襲撃していくというふうなことが起きるわけですよね。うん、ということに関しての話をまずしたいと思います。で次に、勢いづく経営者とグローバリストということです。要するにその医者になりたくないというのが多く出てくるわけですよ。前回の時もですね、はい、小泉政権の時にもうそうやって、テレビ局がひたすら病院を攻撃するもんですから、もう医者になりたくないって教え子たちがもう騒ぐわけですよ。医学部希望者がもうみんな萎えてしまうんですね。この時期はものすごく医者を目指す人が少なかったです。で次に、勢いづく経営者とグローバリストということですね。ということで、まあ、経営者というのは非常にこう、トランプに対して、反対だというような立場を日本中の経営者たちはやっぱ結構取ってます。まあ、なぜならばやっぱ多くがやっぱグローバリストだからですね。はい、ということで、3番目、北朝鮮の拉致問題の反省ということで、先ほどお話したような私がずっとやってきた北朝鮮拉致問題の、まあ話をちょっとしたいと思いますが、まあ、今回ちょっと特別に4番目これをしたかったんですよ。これなんかもう正直どうでもいい話だったんですね。これだけ今日はしたかったんですけど、もしもあなたが1兆円手に入れたらあなたどうしますかっていうですね、そういうお話をしたいと思います。はい、ということで、再生回数1番のこのチャンネルの動画は5615回まで来ております。しかもすごいことに視聴維持率が 36.3% なんですね。そこがまたすごいなというところで、もう 40% 近くまでいってますもんね。はい、ということで、回数と登録者数が今すごく伸びてます。もう本当に登録者がですね、どん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 皆さん登録してあるんでですね、まあ、見てもらっての通り、登録者数が、65% 増、89% 増、93% 増で、基本に 96% 増なんですよね。すごい。これで、再生回数の方も 22% 増、25% 増、30% 増で、今日はもう 33% 増です、視聴回数が。すごい勢いで、伸びてます。はい、ということで、久留米自習室、私は経営しておりますが、オンライン家庭教師や学びエイドを映像授業ですね、月額1万円で提供しておりますよと。毎日8時半から9時とはちょっと忙しいので、電話の対応もできない状況です。で、毎週木曜日、今日ですね、今日が木曜日かな、いや、金曜日なのか、今日は。木曜日は、私が出張のために、おりませんということで、今回は、地元の経営者団体の委員会に参加ですということですね。はい、今日はスペシャル番組ということで、ちょっと受験勉強とは違うような話をしますけれども、まあ、病院への攻撃はどうなるんだ、今年はということですね。消費税を上げるのは終わったということですね。税金をやっぱり一番食っている病院っていうのを、まあ、やっぱりなんとかしなくちゃっていうのが今、日本であるわけですよね。
ではもうテレビとかを使って徹底的に病院の犯罪とかを報道するというようなことがこれから始まるわけですよ。ところが、まあ、今でもですね、テレビが報道しないだけであっちこっちの病院でいろいろトラブルが起きてるんですよ。ただそんな細かいことをいちいちテレビで取り上げるほどのことでもないんで、テレビは報道しないだけなんですけども、これからというのは消費税を上げられないもんだから、税収が足りなくなるもんだから、ひたすら病院を攻撃するということが流れとして出てきます。まあ、テレビ局もまた国の一味だからですね、国の 一味でございますから、国の方から、ね、病院を攻撃しろというふうに言われたら、ね、病院で死人が出てるじゃないかとか言う、病院っていうのは大体死人が最後に、人間が、日本人が死ぬところだからですね、うん、家でも半分は亡くなってますけど、残り半分は病院で亡くなってるわけですから、病院で人が死ぬのは当たり前なのに、病院で死人が出てるじゃないかとかいうような、もう難癖みたいなことをテレビが言い始めるわけですよ。だからもうここ、コロナと戦っているお医者さんたちをですね、背中から切りつけるようなことをこれからメディアが始めると思うんですよね。はい。でなんでそんなことをやるのかっていうと、例えば、まあ、トメさん、ね、病院に集まっている老人たちが、うん、トメさん今日は俺来てないなと、ね、なんで今日はトメさん病院に来てないのっていうようなことで、ね、おじいちゃんたちおばあちゃんたちがこう話をするわけですよ。ああ、トメさんは今日具合が悪いから病院来てないよとかいう感じですね、笑い話なんですけれども、はい、具合が悪くもないようなお年寄りたちが病院に集まっているわけですよね。でそこで、まあ、何でもないのに病院の方にかかっているわけで、まあ、それで100円とか200円とか払ってるけど、100円200円払っただけで、それが国から1000円2000円の補助金というかですね、そういうのが出てますから、まあ、病院はそれで潤ってるわけですよ。はい。だからなんでお医者さんたちが年収で1500万とかになるのかっていうと、そういうふうなお金がいっぱい入ってくるからですね。はい。ということで100円200円でよくお医者さんたちね、そんな1500万も年収があるなというふうなことにはなるんですけど、平均年収はですね。はい。ということで、今どうなっているのかっていうことですね。はい。というと、院内感染でやっぱりお年寄りたちがもう病院にそれで来なくなってですね、今閑古鳥が鳴いてるわけですよ。だからもう潰れる病院も赤字で大変だっていう病院もいっぱいあるわけですね。はい。ということで、まあ、おそらくその病院という金食い虫は、まあそんなに今年はですね、もう潰れるべき病院はどんどん潰れていってると思うんでですね、そんなテレビとかが総動員して病院叩きをしなくてもいいような状況にはなってきてると思います。それは本来の姿だと思うんですよ、ね、病院で院内感染けしからんとか言って、ね、テレビとかガンガン叩くもんだから、これその消費税増税とは全然関係なくですよ、うん、普段から叩くわけですよ。でも病院っていうのは院内感染する場所なんですよ。ここはもう病気が集まるのが病院なんですから、病院で院内感染当たり前なんですよ、そんなのはですね。それを叩くもんだから、結局院内感染ありませんよというような、なんというかこうサービス業的な病院が増えちゃって、そうするとものすごい病院代が増えていくと、そういうふうな病気でもないようなお年寄りたちの憩いの場としてですね、病院が集まっちゃってると、100円200円払って場所代払ってお年寄りたちが集まってお話しするような場所になってたということで、非常にこれはまずい状況だっていうのが今回のコロナで全部吹っ飛んだわけですね。お年寄りたちがもう病院に集まれなくなったというふうなことで、非常に今年はそんなことはないんじゃないかなと、ね、メディアが病院叩きをすることないんじゃないかなというふうには予想してます。今年の予想ですね、先回りしてお話します。はい、ということで、今勢いづく経営者とグローバリストということですね。もう日本の経営者たちとみんな話をすると、大体皆さん反トランプでございますですね。もう当たり前です、経営者というのはグローバリストです、基本的には。だからテレビが反トランプっていうような形でやってますよね。であれいろいろみんな言ってるわけですよ、ネット上とかでですね、あれは中国の陰謀だとか、中国がテレビ局に日本のテレビ局に金を握らせて反トランプをやってるに違いないだとか、もういろ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 陰謀論を皆さん言ってるんだけど、そんなことはないわけですよ。テレビ局ってなんかスポンサー誰なんだっていうようなことですよ、ね、経団連でしょと、経団連企業がスポンサーとしてテレビ局に金払ってるんでしょと。でもし私がテレビ局にスポンサーとして金払ってるとしたら、あんなにトランプ叩くようなおかしなテレビ局に対してやっぱちょっとお金なんて払えないですよ、うん、もう怖いからもう引っ込みますよ。でも日本の経団連はじゃんじゃん金を払ってるわけですね、テレビ局に。なぜですかと、
というと、日本の経団連をはじめとする輸出企業としては、ああいうトランプのようなグローバル反対、グローバリスト反対とかやってる人たちは潰したいんですよね、うん、だから、まあ、テレビ局の意向、テレビじゃない、あのスポンサーの意向でテレビ局は反トランプをずっとやってるんですよ、うん、だから金をくれる人たちに対する命令を聞いてるだけのことですね、テレビは。誰が犯人かっていうことで、なんか見当違いのこと言ってるもんな、みんな。中国が悪いんだとかね、アメリカのディープステートのせいだとか、わけのわかんないことみんな言ってるんだよな。それはそれでは面白いんだけどさ、そういう陰謀論は面白いんだけれど、実際ちゃんと見ればわかるでしょと、ね、テレビ局のスポンサー誰ですかと、ね、経団連でしょと、ね、日本の企業が、日本の企業の、ね、我々経営者たちの話をしていくと、もうとにかくみんな反トランプなんだよ、うん、だからもう経営者であればもうみんなグローバリストだから、もうトランプ叩けやと、ね、もうコロナとかのウイルスを拡散してでも、じゃんじゃかじゃんじゃか物の移動とか人の移動とかやれやと、金儲けやみたいな感じですね。そういうふうにやらないと、私もこの下にあるブログの方に書いてますけれども、今年の2月ぐらいですね、あのコロナが大騒ぎしていた時ですね、コロナで死ぬぞコロナで死ぬぞでテレビが騒いでいた時に、一体私がブログに何を書いているのか見てもらうと分かると思いますが、コロナで死ぬような人よりも、コロナの経済不況、コロナを原因とする経済不況で死ぬ人の方が多いんじゃないんですかというようなことをですね、訴えております。はい。ということですね。まあ、そういうことはやっぱり経営者であればみんなそう思うわけですよ。うん。そういうような、グローバルにもっとものを考えるということが大事だということを言いたいわけなんですけどですね。ただし、けじめはちゃんとつけないと、ひたすらもう、コロナが感染拡大するのを好きなようにさせておくっていうようなことであれば、ちょっとそれはまずいからですね。はい、時間だいぶ経ちます。今日は20分ぐらいかかるのかもしれませんね。はい、北朝鮮拉致問題の反省ですけれども、261番の続きです。私のこのチャンネルのですね、今日は300回ですけども、261番で北朝鮮拉致問題のことを私が話したと思います。ですね。もう2001年の4月に、もう東進はもうやめだということで、東進やめて、久留米に帰ってきてですね、で2002年の9月17日の小泉訪朝というふうな、そこまでの間もひたすら私はネット上で戦い続けました。北朝鮮拉致問題、これは問題だというようなことですね。ね、でさ、安倍総理がよし俺がやるぞみたいな感じで、彼が手を挙げたから、よし安倍総理に続けみたいな感じで、もうワンワン私がネット上で、煽りました。あれでですね、まあ私利私欲、こんなことやったって私にとって何の役にも立たないわけですよ。何の得にもならんわけですよ。金儲けにはならんわけですよ。もう私利私欲のために生きていけば、ね、もっと幸せな人生というかですね、金のある人生になったとは思うんですけれども、まあ世のため人のために生きるというふうな、まあ、そういう私の一つのテーマがあるからですね。はい、ということでですね、もう小泉さんが北朝鮮に行ったと、9月17日にですね、やったというふうに私は思いました。思ったんですけれども、その後が問題だったんですよ、うん、収拾がつかないんですね。もうみんなでなんかもう拉致問題の話を私がね、こうやって振ってるのにもかかわらず、もうヘイトとかがすごいわけですよね。なんだと、本当に北朝鮮拉致してたじゃないかと、私の言うことなんか全然信じないからですね。はい、北朝鮮の拉致問題ってあるって言ってるだろうというのに、まあみんな全然気にもならなくて、ところが実際蓋開けてみたら、本当に北朝鮮に拉致してるやつがいるじゃねえかみたいな感じで大騒ぎになってですね、9月17日から、わあ、もうなんかわけのわかんないヘイトになってしまって、ちょっと待てと、そういうふうなことをやったら北朝鮮に拉致されてる人たちの取り返すことできないじゃないかと、ね、まだいるんだぞ北朝鮮にはと、ね、そんな騒いだりすると、ね、何人か帰ってきたけれども、残っている人たちが粛清されたりするかもしれんじゃないかと、それちょっと考えろよっていうような感じで言うんだけど、もう収拾つかないわけですよ。ふざけるなと、そんなの関係ねえと、今すぐ北朝鮮と戦争だみたいな感じになっちゃってですね、わけのわかんない状態になったわけですよ、あの時は。要するに彼らっていうのは、まあ、イナゴの群れなんですよね、これは、うん、もうただ暴れたいだけ、ただ騒ぎたいだけっていうふうな連中がワイ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 集まってきて、これでもうむちゃくちゃのぐちゃぐちゃにしてしまったというところがありましたんですね。もう私の反省点ですね、これは。本当にあれだけ盛り上げていったのはいいけれども、うん、そういうのはもう関係ないっちゅうんですね。
そういうことをやっていたらダメだということで、まあ、地味に地道にこうやって今やってるようにですね、コツ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 、まあ、考えなしにもなんか騒ぎ立てるような連中をどんどん切っていくというふうなことをやっていかないといけないということですね。わけのわからない連中でやっぱりいますから、そういう人たちが近寄らないようにするっていうことですね。はい、ということで、まあまあここら辺まではもう前振りなんですけど、一番今日言いたかったのはこれなんですよ。もしあなたが1兆円持っていたらどうしますかっていうことです。はい、ということですね。私はずっと会社経営をこうやって8年間やってきて、やっぱりいつも言い訳にしていたのはもうお金がない、お金がないということでやらなかったわけですね。これ一体何なのかっていうと、お金があればこれが欲しいっていうのがあるわけなんですよ。あるのにお金がないを言い訳にして欲しがらないということですね。欲しがりません、勝つまではっていうような感じになっちゃってるわけですよ。ですね、じゃなくってお金があればこれが欲しいっていうのがあるわけです。例えば私だったら今パートアルバイトの先生たちばっかりなので、そういう人たちを正式採用とかしたいわけですよね。だったらこれだけお金があれば一人正式採用できるじゃないかみたいなことがあるわけですよ、うん、なので、そういうふうなことを考える考え方はこうですよ、うん、お金があったらどうしようということを考えた方がいいです。そうすればお金を稼ごうというふうな気持ちになりますから、うん、だからお金がないっていうのをずっと言い訳にしてずる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 人生生きていくとどんどん自利品になってきますからですね。そうじゃなくてお金があれば何したいのっていうふうに自分自身に問うことです。そうすれば、あ、お金があればこういうことをやりたいなというような形ですね、やりますから。はい、ということで、さあ次のことを考えたわけですね。これ持ってくるの忘れました。さっきちょっとこの動画を上げる直前に、あの経営者団体の仲間が持ってきてくれたんでですね、こういうふうな形で、キッズマネースクールっていうのがなんかあるみたいですね、こういったのが、うん、こういうふうなキッズマネースクールとかをちょっとお金の勉強とかをですねやった方がいいと思うんですよね。なんかこういうふうなのがあるみたいです。はい、まあまあおすすめしますですね。あ、倒れたということで、私の経営者団体の仲間の方がこうやっておりますよ、中ですね。さあ、倒れちゃった。さあ、やりますよ。ということでですね、じゃあ、私がいろいろ考えたときにですね、ちょっとワクワク楽しみが出てきたもんですから、1兆円自分が手に入れたらどうしようというふうなことですね。1兆円稼いだらどうしようというようなことで考えたわけですが、やっぱずっと考えるのが楽しくてやっていたんですけど、なんかですね、自分の考えってこう1兆円のお金をただばらまくっていうようなことだけなんかこうやってるんですよね、頭の中でシミュレーションしてると。いや、そうじゃねえだろうっていうことなんですよね、うん、助けてはいけないんだぞっていうことですね。お金をばらまいてそれで、食べさせてあげようだとか、なんかいろ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 そんなことばっかり考えちゃうわけですよ。なんか無料のレストラン開いて、ね、無料で食事をさせようだとか、うん、そんなことばっかり考えてるわけですよ。はい、じゃなくって鍛えなくちゃいけないんですよね。助けてはいけないんですよ。鍛えなくちゃいけないということで、まあその社員さんとかいっぱい雇ってみようかってなことをですね、私は考えるわけですね。1兆円もあるんだったらたくさん失業者を集めて働かせればいいじゃないかと。これで、ね、労働者が欲しいっていうふうな人たちがいれば、そういうところにどんどん転職させて、そういうところに正社員で雇ってもらうようにしたらいいじゃんというような感じですね。そういったことを考えたんですけれども、やっぱ鍛えることが必要なので、まあお金で社員を集めるのはいい、集めてその時にやっぱり勉強させるっていうことですね。今自分が私が経営者の研修に行ってるんですけどですね、そこはもう社員研修で、まあ経営者だけでなく経営幹部や社員さんもいっぱい集まって勉強会やってますから、そういうところにどんどん送り込んでいって、とにかく鍛えていくと。社会人でやっても鍛えると。もちろん学習塾やってるわけですから、子どもたちも集めてそういう子どもたちを鍛えるということですね、勉強させるということですが、まあその時にその全員タダでやるよとか感じでやると他の塾さん潰れちゃいますから、そうじゃなくって、お金がない家庭の子どもたちだけはまあタダで受け入れますよみたいな感じですね、うん、金銭がないっていう証明とかをこうもらって、無料で引き受けるという形ですね。そういうふうな形でお金が1兆円あるんやったら、まあ、ただで生徒たちを
集めていいじゃないかと、今みたいに1万円払わす、1万円も払わせる必要性はないじゃないかっていうのもありますからですね。はい、まあ、とにかくお金のない家庭、まあ、失業してしまっている人たちになんとか手を差し伸べるとかいうような感じですね。まあ、今さっきもちょっと、先生募集のやつで、相談いただきましたけどですね、先生、まあ、塾で働いてたんですけれども、うん、今無職なんで働けませんかというようなです、ね、相談を受けたんですけれども、まあ、とにかくいろいろとですね、これ考えてみてください。お金があったらどうしようと、まあ、1兆円じゃなくてもいいですよ、1兆円じゃなくてもいいから、お金があったら自分はどうしようかなというようなことをですね、考えてもらうと、おそらくやりがいのある人生になると思います。あ、これやってみようと、じゃあちょっと稼ごうというふうになります。はい、ということで以上です。